はい、こんにちは。いや、レモンの栽培にはね、あまりよろしくないね、梅雨の時期になってしまいましたよね。こんな時にね、どうやってレモン栽培、上手にやってったらいいのかっていうね、結構ね、このところ問い合わせ多いんですよ。問い合わせが多いんでね、その辺にね、ちょっと答えていこうかなと思ってますけれども、よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、梅雨時期のね、レモン栽培でね、ちょっとやりにくい部分ね、多々あると思うんですよね。でね、先日からね、何件かこう、ね、せっかくこう葉がね、しっかりしてるね、実がついたなと思ってもね、ここのところ実が全部落ちてしまったとかっていう、そういうお話非常に聞きますね。で、先日ね、それとは別に、土の部分、土のね、配合のことに関してもね、聞かれたりしたんですけれども、まあ今日は、全般的に、この時期ね、梅雨の時期からね、暑い時期に向けてのね、どのようにやっていったら、上手に、栽培できるのか、それとね、実を落とさずに済むのかっていう部分をね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、まずもって、実が落ちる原因って、ね、非常にね、こう、風とかも、影響します。それとね、やはりこう、あったかいところ、非常にこう、気温が上がってね、日々ね、30度近く、20度後半ぐらいまで上がって、急にドーンと落ちるじゃないですか。雨が急に来て落ちたりする。その辺のね、不安定な部分でね、レモンの苗木もね、対応できなくなっちゃう部分もあるんですね。で、対応できなくなってね、葉を落としてしまったりっていうね、こう不安定な状態になりますけども、実が落ちるっていう部分もね、やはりありますね。で、結局、去年からの話で、去年しっかりした土を作っていて、ね、春先にね、こう、強い葉、ね、強い茎、その辺がね、出ていればね、そうそうこう簡単に落ちることもないんですけども、やはりこう、ね、去年あまりこういい土でなかった状態で、今年ね、一気にこう芽を伸ばしてしまうとね、こうぽやぽやと伸びてしまう。ね、伸びるのはいいんですけども、力がない状態で木が伸びてしまう。そうなるとやはり強い風とかね、でこう、冷気、そういった部分でね、落とされる部分がありますね。で、うちのね、ベランダの方にあるものも、やはり、3分の1ぐらいのものがね、やはり葉を落としましたね。で、ここのところ、全部、復活し始めてるんですよ。復活し始めてるんですけども、やはり今気をつけなくちゃならないっていうのは、梅雨時期ですから、やっぱり水ですね。水やりっていうか、こう、やはり鉢、ね、受け皿の中に水が溜まっていたら、やはり根腐れを起こしやすい。それと、土があまりにも、濡れすぎているのも、芳しくない。と言ってもね、あまりね、こう、カバーを覆ってしまうとね、こう、極端に暑くなった時に、今度、葉焼けを起こしてしまったりとかね、空気、ね、この空気でね、呼吸を妨げてしまったりとかっていう、いろんな問題が出てきてしまうんですね。ですから、まあ、自然の中でこう強く、こう栽培していくには、やはり換気をしやすいようにある程度の木の隙間を作っておいてあげる。かといって、夏枝が出始めたからといって夏枝をやたらパチパチ切ってしまっても、これも、木をね、傷めてしまう原因にもなりますから、まずもって、5月に、追肥をしっかりしてくれたと思うので、今度6月はね、梅雨対策をしていただいて、それで夏ね、7月になったらこう暑くなってきますのでね、暑くなってきたなりの、対策をしていこうという部分ですね。で、どうしても6月の梅雨の時期にこう土がジメジメしていると、せっかくね、5月にあげたね、こう堆肥とか肥料の部分、そういった部分でね、うまく微生物がこう繁殖できなくなる場合もあります。そういった場合に、ね、こう葉が落ちてしまったりとか、葉が茶色くなったりで、あまり茶色くなる場合っていうのは、やはり根が、傷んでる、もしくは虫が入っている可能性がありますね。で、根腐れをしている場合っていうのは、割と綺麗な葉っぱのまま落ちます、ね、グリーンの葉っぱのままポロポロ落ちてくるね、こう無数にこう落ちてきている場合には、根腐れっていうものを非常に疑ってください。
で、葉が茶色くなってきてるっていう部分ではね、こう水を吸えなくなってる状態、まあ極端な話この鉢がね、春に一気にこうね、成長がしたがために根詰まりを起こしたとかね、その辺で水の供給が足りない、そういったことも考えられますしね。で、6月はまず水の供給が足りないということはまずありないと思いますのでね、どちらかというと水をこう与えすぎないように注意してもらう。あのたくさんこう緑の葉が落ちるようになって根腐れを起こした場合には、その後復活するのは非常に難しいです。根腐れを起こさせてしまうとね、非常に復活させるのは難しいので、あの葉っぱが 2,3 枚落ち始めた、綺麗な葉っぱが 2,3 枚落ち始めたなと思ったら、これおかしいなっていうことでね、ちょっとね、あの疑ってくださいね。で、あの土の状態をこう指で確認してみて、あまりこう土が硬い場合ね、かといってこう逆にあのじとじとしている場合、その辺はね、十分に注意して、その時々のね対処をしていかなくちゃならないと思いますので、で、あまりこう緑の葉がたくさん落ちてしまった場合に、ね、一度抜いてみるといいですね。一度ポッと抜いてみて、その根がまだしっかりしてるのか、またはこの土の表土の部分を、こういうような熊でこういった部分でね、ちょっとこう土をどかしてみて、ね、毛細血管のようにね、細かい根がたくさん出てるのか、その辺が出ていないのか、その辺もね確認してもらおうと思います。で、まずもってこのお水のことね、この梅雨時期の水の、管理はしっかりしてくださいねって、あげるというよりもね、むしろね、あの引く足し算ばっかりじゃなくて引き算もね発生しますんでね。それと梅雨時期に、まあ、5月の次は 7月にあの肥料をあげますよって言ってるんでね、まあ6月にね、あまりこう肥料をあげる方も、私のねあのチャンネル見てる方はいないと思うんですけどもね、6月時期はね、あまりねこうあの液体肥料を上げてしまうと結局流れてしまったりしますしね、状態が分かんなくなってしまいますのでね、できれば固形の、ね、肥料が、5月に撒いて効いているんであればね、そのまま7月までそのまま通してみる、ね、様子を見てみるってことがね非常に大事なのかなと思います。それでこう梅雨が徐々に明けてきて、梅雨が徐々に明けてくると今度は非常にね、土が乾き気味になってきますので、ね、いつもお話ししているように朝晩の、水あげ、これが非常に大事になってくる。日中は、極力ね、水をあげて葉焼けを起こさせるようなことのないように朝晩に、水はあげるようにしてください。それと、ね、発酵油かすをね、土の上にただ置いただけだとこうカビみたいに出てると思うんですよ。カビが、非常菌みたいなね、そういったカビが出ててもこれ非常にねこう有用なカビが出てるんで、特にこう土をねダメにしてるってわけではないのがほとんどなんですよ。ですからそういった場合にはカビが仮に出てしまってる場合には、表面をちょっとあの削っていただいて、グッと土の中に押し込んで、逆に土をかぶせてあげる方がいいかもしれないですね。まずね、レモン栽培ね、まだやったことのない人、ね、こう、非常に興味持ってる人多いと思うんですよ。なぜならば、私が、こう、ホームセンター、ここ最近ね、天気のいい時にね、ホームセンター行ったりするとね、非常にレモンの種類、品種、増えましたね。なんでこんなにレモンがここ最近多いんだろうって。どういうわけか、みかん。今まではね、みかんとか、そういったね、発作とか、そういう苗木が多かったんですよ。ですけども、ここ最近、レモン関連のね、もの、すだちとかね、あとレモン、それと、ライム、そういったものがね、非常に多くなってます。で、もしですよ、もし、それを見て、自分もレモン栽培できるかな、やってみようかなと思った時はね、ぜひ、やってみてください。すごく楽しくなってきます。皆さんね、最初はね、一つね、購入してね、ちょっとやってみようかなって始めるんですけどもね、だんだん増えてきてね、2鉢、ね、2鉢ってね、今ではね、おそらく、一つだけを栽培してると、人っていうのは少ないんじゃないのかな。2鉢
2つか3つ栽培して、こっちがよく伸びてるよ、こっちはちょっと伸びが悪いね、そういった部分を、ね、比較しながらね、こういろいろお世話してやってると思うんですけども、ただしね、何鉢用意してもいいんですけど、レモンってトゲがありますからね、小さいお子さんいる方はね、非常にこう注意してもらってね、トゲやなんかはね、なるべくハサミで切っておいてください。切っておけばね、後々、ね、実がついて大きくなっても実を傷めることはないっていう部分。それと初めて、こうレモンを購入されるっていう方で、こう一本の棒苗ってよく言ってるんですけど、棒苗でポンと伸びてる場合、これはね、買ってきてもね、大概ね、こう黒いポットの鉢に入ってます。それはね、最初買ってきた段階でも植え込みをしなくちゃならないので、ぜひともね、私の動画で、植え込むその土の作り方とかっていうのもいろいろやってますからね、その辺をご覧になってもらって、植え込むといいですね。それと、この棒苗の場合には上から3分の1ぐらいパチッと摘心して、摘心することによって新しい枝が、ね、どんどん出てきますので、その棒苗のまま育てようと思うと頭のてっぺんの方にね、枝がみんな出てしまって、下の方に枝がなかなか出なくなっちゃう、こういったようなね、こともありますから、できればそういったように、いろいろね、レモン栽培をしていく中で楽しく、こう勉強しながらね、やっていくといいと思います。ね、何種類もいろんなね、植物を育てるとは別に、柑橘でね、レモンに一つ絞ってね、栽培するとね、同じようなパターンでね、こういろいろ覚えていきますのでね、よろしかったらそちらの方もね、ご覧になってみてください。ぜひともね、皆さんもね、こうレモン栽培楽しくね、できればいいと思いますのでね、頑張ってやってみてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。